穂積絵里選手でございます。お願いします。よろしくお願いします。ジュエリーとかにも結構関わりがあったと思うんですけど、デザインさせていただいて、うん、ラケットから、はい、ラケット私両端に入れてるので、すごい、はい、本日のゲスト、穂積絵里選手でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。髪、もういつも綺麗だなと思って、ありがとうございます。はい、SNS とか僕拝見させていただいてるんですけど、はい、服とかもすごいおしゃれで、いつもどの辺で買われるんですか？私は好きなブランド、服のブランドがラルフローレンが好きなので、もう割ともうラルフローレンばっか着てます。そうなんですか？Tシャツとかも、うん、まあ、ちょっと羽織るものとかも、うん、もう全部ラルフローレンで、今日ラルフローレンないんですけど。ないんですね。アメカジとかも好きで、アバクロとか、うんうん、まあ、そういうところ買ったりとかします。もう何気ない白いシャツになんかこうジーンズみたいなやつで、あ、そうですね、キャップ被ってやつとか、ジーパンに白 T が一番のオシャレだと思ってて、うん、あの形とかがすごい出るじゃないですか、全部、ね、そのシンプルだと、はい、だからそこを極めたいってすごい思ってます。本当にかっこいいんで、ちょっとプリンスもぜひ。ありがとうございます。どういうこと？なんでありがとうございますって勧めたんじゃないですか？あの彼のコミュニケーションの取り方なんですよ。あの気をつけて。でも気持ちいいですよ。ありがとうございます。あ、本当ですか？はい、ホスミさんはあのジュエリーとかにも結構関わりがあったと思うんですけど。そうなんです。今ちょうどこれしてるんですけど、はい、ネックレスとかピアスとかもあのデザインさせていただいて、うん、グロッセグラッセさんっていうところとコラボさせていただいて、はい、作ったんですよ、うんうん、これは、まあ、自分が本当に好きな、うん、私こう8番がラッキーナンバーなので、うん、それをこう横にしてこう、あ、こういう形とか、そういうことなんですね。はい、こうビクトリーの V なんですけど、はいはいはい、V にしたりとか、はい、そうなんです。なんかテニスって割とつけれるので、アクセサリーが、はい、そこはなんか私服とかってあんまり着るタイミングがないので、はい、あのなかなかおしゃれしづらいというか、うん、でもアクセサリーは常につけてられるので、うん、なんかいやすごいありがたい機会でした、コラボは。米倉涼子さんが確かつけられてましたよね。はい、ちょっと私知ってるやつじゃないんですけど、はい、こうシンプルなまっすぐなやつをドラマでつけてくださって、うん、ですよね。すっごいびっくりしました。めちゃめちゃ嬉しくて、なんか米倉さんにお願いしたとかではなくて、全然なくて、はい、あのそのグロセグラスの方から、うん、米倉涼子さんがつけてくださいましたって連絡が来て、みたいな。すごくないですか？はい、ちょうど見てたドラマで私が、はい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 、だったので余計テンション上がって、すごい。そうなんですよ。他にもそのゴスペラーズの方ともいろいろあるんです。そうなんですよ、うん、北山陽一さんっていう、うん、あのゴスペラーズの、はい、あのベースボーカルの方なんですけど、うん、と、まあ、北山さんがもともとテニスがすごく好きで、あの私の試合を、まあ、見てくれたのか、なんかツイッターでこうなんか書いてくださってて、でそっからあのちょっとつながって、うん、で今すごく仲良くさせていただいてて、ライブにも誘ってくださって行かせてもらって、はいはい、なんかもう本当に言葉にならないぐらいな、うん、なんか気持ちになって、うん、こんなになんか歌でこう聴いてて感動するとか泣いちゃうとかあんまりなかったんですけど、うんうん、実際ゴスペラーズさんの歌聴いたら、はい、もうなんか本当に涙が出てきて、鳥肌が止まらなくて、はい、もう本当に感動しました。その中でも好きな音楽、あの曲はどれですか？私は結構なんだろう、聴くのは、まあ、ポワニとか結構もうメインのこうは聞きます。ミモザとか、はい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 、ヒヨリとか、私も予期せぬつながりでした。はい、実際に視聴者の方から質問を受け付けまして、その質問に対して実際にその穂積さんに答えていただこうという、はい、コーナーやっております。はい、はい、じゃあの質問のコーナーに行く前に今シーズンを振り返っていただいて、はい、どんなシーズンだったかなと思ってます。まあ私プロ始めてからずっとあのついてもらってたコーチと一昨年離れて去年違うコーチに就いたんですね。うん、けどあのやっぱり前のその梅田コーチって言うんですけど、はい、とまた再スタートしたんです今年。はい、であの去年の年末から、まあ、こうしっかりコーチとあの何をすればいいか話し合っていい結構スタートが切れて、はい、最初の3ヶ月ぐらいすごく自分でも充実してたというか、はい、あのやってることがしっかり少しずつこう噛み合ってきたなっていうのがあったんですけど、
まあ、4月末ぐらいかな、うん、に肘を怪我してしまって、うんうん、でその後まあフレンチオープンとか出たんですけど、うん、こうなかなかうまくいかなくて、で初めて1ヶ月半ぐらい試合に出なくて、うん、ですっごい辛くて、うんうん、本当になんかテニスが多分本当に好きで、うん、自然に涙出てくるぐらいテニスがしたくなったんですよ、で、まあ、でも怪我は辛かったんですけど、まあ、そういう自分の新たな気持ちとかがもうこう気づけたりとかして、で後半もまあなかなかうまくいかなかったんですけど、まあ、最後の方しっかりやっぱりコーチと話し合ったりして、こう自分に足りないところ、これからどうしていけばいいかっていうのを話し合えたので、まあ、結果は伴わなかったんですけど、自分の中で気持ち的にはすごく前向きなシーズンというか、だったと思います。今年最後で浜松で優勝されたじゃないですか、シングルスで。やっぱあそこが結構大きかったりはしました。やるほど、本当に嬉しくて、まあ、なかなか去年もシングルスで勝てなかったりとか、まあ、今年も全然途中うまくいかなかったので本当にきつかったんですけど、去年からメンタルコーチをお願いしてて、でその人とちょうど浜松始まる前に、はい、1回戦の夜ぐらいから結構具体的な話になり始めて、トレーニングこうやるこうやるこうやるっていうやり方を決めて、はい、やったのがすごいぴったりハマって、技術的にはうまくいっててもメンタル的にうまくいかないことがすごく多かったので、はい、そのメンタル的に成長できた試合で優勝できたので、うんうん、なんかあーすごいやってきたことは正しかったなっていうのが自分でも分かってすごい嬉しかったです、うん、1ヶ月半ぐらいできない時があって苦しかったとおっしゃったと思うんですけど、とにかくテニスできないことが辛い、うん、でトレーニングもそのテニスできない分、うん、すごい追い込まれて、それもすごいきついし、だから何も楽しくなかったんです、はい、だけど、まあ、その時もそのメンタルのトレーナーさんとかと話してて、はい、まあ、じゃあ3ヶ月後、1年後とか5年後どういう自分でいたいかっていうのをまあ想像する、うんうん、でも、まあ、やっぱりそのためにもう今やってるっていうことを、まあ、自分にこう言い聞かせて、うん、結構やってました、うん、テニスを始めたきっかけを教えてくださいっていう、まあ、本当にテニス一家だったので、うん、母も父もおじいちゃんおばあちゃんもずっとやってて、はい、もう週末はテニスクラブ行ってみんなでテニスっていうのが、うん、もう赤ちゃんの時代からそうだったので、なんか当たり前にテニスが近くにあって、はい、まあ、もう本当に自然な流れで始めました。3歳で初めてテニススクールに入って。3歳で入った？3歳で、はい、家族がなんかいるとやりたがるから好きなんだろうな多分思って入れてくれたんですけど、はい、家族とやるのが好きだったみたいで、スクールはすぐやめちゃったんですよ。だけどまあ小1になった時にやっぱりもう一回ちゃんとやりたいって言って、また別のスクール入って、そっからはもうずっとテニスやってます。お休みの日とかって今はどういう過ごされ方ですか？休みはまあもう日本にいたら割となんかフラフラしてます、一人で。まあでもあとは友達とすごい話すのが基本的に好きなので、なんか会える人がいたら会います、ご飯食べたりとか。小住さんのラケットバッグの中身を見てみたいです、そして、ラケットについてもいろいろ聞いてみたいですというご質問がありましたので、はい、ちょっとここでラケットバッグを見せていただいてよろしいですか？はい、はい、じゃあ早速バッグの中を見せていただきたいと思うんですけど、はい、ちょっとじゃあどっから行きましょうか。どっからラケットから行きましょうか。ラケットから、はい、ラケット私両端に入れてるので両端にも入ってるんですけど。あ、両端派なんですね。はい、なんかバッグの形が崩れるのが嫌で。ああ、そういう感じですね。こんな感じで、入ってます。すごい、はい、これはもうヨネックスの V コア100。 V コア100です。メーカーの方に依頼されていることとか何かあるんですか？はい、こういう人たち。私は、もうジュニア実態からロングなんですよ、ちょっと長くて、まあ、それ以外はほとんどスペックはいじってないです。あ、そうなんですか？はい、特に重りとかもないですか？そう、重りも張ってなくて、これちょっと下の方がなんかポコってなってる。あ、そう、これはなんか、はい、そうコーチがこの方がいいって言って、ここが引っかかるように、結構割となんかヨネックスのグリップはまっすぐなんですけど、はい、ここはちょっとやってもらってますね。あんまりそこまで市販品とはそんな変わんないみたいな。変わんないです、変わんないです。ガットは、ストライク、振動のみはつけないんでしたっけ？あ、つけます。あ、つけてます。あ、こっちは、はい、全部につけてないっていう。じゃあ早速次どっか。じゃめっちゃ汚いんですけどいいですか？シューズと、真ん中シューズ。はい、真ん中シューズとか、あ、これなんか着替えとか、なんかね、ほんと汚いですよ。なんか傘とか、わあ、すごいリアル。なんか日焼け止め、日焼け止め、そう、汚い。これとか日焼け
すごい日焼け止めとか。あ、本当に市販のやつなんですか。あ、そうですそうです、これはリストバンド入ってます。あ、それリストバンドなんですね。はい、本当だ、カラフルですね。見てないの、いつも上や。アディダスカラフルです。そうなんですよ、テーピングとか。テーピングそんな入ってんすか。あ、そうです、すごい。ここにエリホズミ。あ、そうなんです、入れてもらってて、で、さっき言ってたその鉢、はい、が好きなので、はい、余計なものが入って。あ、まずこっちはあのノートなんですけど。はいはいはい、なんかそのテニスノートとか。ノート、はい、入れてます。スマホとかの根元じゃなくて。はい、書いてますね。書くの好きなんですよ、結構。で、これはね、うわ、これトランプも入ってる。しかもめっちゃビリビリなの、このやばいですけど。これ取れちゃった。すごい、カードゲームがいっぱい入ってます。すごいですね。ヌメロン、もう、まあ、これ、うん、そうなんですよ、もらったんですけど。すごい、さすがにですね。書いてもらっていいですか。ここが、はい、グリップテープとか。グリップテープ、そう、グリップテープと、私この飲み物の粉。これまた可愛らしい入れ物ですね、うん、これあの私の友達がキャラクターデザイナーをしてて、私を、まあ、モチーフにというか、うん、イメージして作ってもらったキャラクターなんですよ。エリスとロッシーっていう。かわいい、かわいいですね。すごい。そうなんです、だから使ってます。こんな感じで。これグリップ、あ、グリップテープ、はい、ユメックスです。あ、やっぱ選手はこんだけ大量に、はい、そう、結構持ってきますね。で、毎試合ごとに私買えるので、うんうんうん、結構必要なんですよ。すぐなくなっちゃいます。はい、携帯と、おお、こんな感じで。長いですね。財布はこれです。ちっちゃいの。ちっちゃっ。こんなちっちゃいんですか。はい、これ手のひらサイズで、はい、すごいんですよ。ちょっと免許して見えてどこにあるんですか。すみません。え、車とか運転されるんですか。は、私6月に取ってる年なんです。よく取れましたね。めちゃめちゃ頑張って、はい、去年の12月から通って通って、はい、まあ、試験はもう行ける時だったので、うん、6月だったんですけど、すっごい大変だった。でも、すごい免許欲しくて、日本帰ってきて時間がある時は、うん、まあ、運転したりとかします。色もやっぱ銀色が。私結構シルバー好きですね。こう目がいっちゃいます。あと赤も好きで、はい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 、小物は赤とかシルバーとかそういうの多くなっちゃいます。じゃあ今このバッグもラケットも赤だから、はい、そうなんですよ、うん、めちゃめちゃテンション上がります。今までで、一番嬉しかった試合、あとは一番悔しかった試合は何ですかっていう。そしたらもうやっぱり、うん、去年のフレンチになっちゃうんですけど、準々決勝が嬉しくて、ムラデノビッチ選手とバボス選手の第一シードって誰一人として私たちが勝つと思ってなかったと思うので、なんかそれをこう裏切った感じと、まあやっぱりあのペアにあの舞台で勝てたっていうのはすごい嬉しかったですね。でやっぱ決勝が一番悔しくて、なんか負けたことよりそのフレンチ全体通して決勝が一番良くなかったんですよ、自分たちのプレーが。なんか楽しみにしてたし、すごくいいプレーをやっぱりしたかったっていう意味ですごい悔しくて、なんかあれは絶対忘れないと思います。髪が綺麗な穂積さんですが、好きな男性のタイプは。芸能人って顔だったら絶対吉沢亮です。ほんとかっこいいんですよ。ずっと見てられます。なんか暇あったらインスタで吉沢亮ってハッシュタグ検索してもずっと吉沢亮見る。ます、はい、あと、うん、みっちゃんが嵐好きって言ってたじゃないですか。はいはい、嵐。私は関ジャニが好きなんですよ。出た、関ジャニ。はい、もう中学生ぐらいから好きで、関ジャニの中だったらちょっと今もうやめちゃったんですけど、もともと錦戸亮が好きで、で、今もでも関ジャニが好きでコンサート行ったりとか。曲で一番好きなのとか。そう、難しいこと言いますね。ファンには苦しいですか。いやもうだって選べないですもん、ありすぎて。なんだろう、青写真とか歌詞が、まあ、歌詞が好きかな。ほんといっぱいあるんですけど、これは結構ゆっくりめな曲で、ですね。なるほど。カラオケで歌ったりもするんですか。関ジャニは歌わないです。
です。そうなんですか。はい、なんかやっぱ人と行った時に関ジャニのなんかマイナーの曲歌うのとかちょっと気が引けて、うん、でまあやっぱ男の人の曲で、うん、こうなんだろう、音程も高かったり低かったり結構あるので、うんうん、難しいから歌わないです。うん、なるほど。ちなみに前土井さんが来られて、はいはい、立てないさだ。そう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 、はいはいはい、めちゃくちゃうまくて、ね、土井さん歌って、はい、日比野さん歌わず、はい、で私歌う曲あります？カラオケで普段、はい、結構ね、何でも、うん、マツメロもめっちゃ歌うし、はい、あいみょんとかも好きだし、あいみょんいいですね、はい、あいみょんいいですよね。じゃマリーゴールドいいですか？君がですよね。すごい、ありがとうございます。98点、やった。カラオケは選手ではこう誰と行ったりは、はい、尾崎梨紗選手、そう歌ってました。むしろ梨紗とはめちゃめちゃカラオケ友達みたいな。ちなみに尾崎さん何歌うんですか？あ、この間はでもアニメ縛りで2人で歌ったんですよ。アニメ縛り、アニメの主題歌とか、は結構リサ歌ってました。ちびまる子ちゃんとかで行きました。尾崎リサさんとちびまる子って多分みんなが想像してるリサと、うん、多分その普段のリサはだいぶギャップがあると思います、うん、カラオケの時は本当すごいです。実はですね、あの清水彩乃さんと穂積、はい、さん仲が、そう、彩乃ちゃんはなんか可愛い後輩の一人、清水彩乃さんからですね、またダンス教えてください、カラオケも行きましょう、エリさん歌うまいので何か歌ってくださいって言ったんですけど、もう歌っちゃいました。じゃあ OK、 OK。 あのすごい噂で聞いたんですけど、清水彩乃さんってめちゃくちゃ面白いみたいな。私の前ですごくはまだ出さないですけど、うん、結構同期の子とかと遊んでるのを見たら、はい、割となんか面白いことしますね、はい、クールに見えるけどなんか真顔でボケるみたいな、結構面白い。なるほど、うん、じゃあこの清水彩乃さんもいっちゃいましょうか。そうですね、お願いします。出してください、彼女の面白いところ。もう絶対出そうと思ってます、はい、最後に、穂積さん、今後の目標と夢などを語っていただいてよろしいですか？はい、そうですね、まあやっぱりあの去年ダブルスでフレンチオープン準優勝できたので、もうダブルスは本当にグランドスラム優勝したいと思ってます、うん、でシングルスはやっぱり今の一番こう大きい壁はトップハンドレットなので、まあ、少しずつあのコーチとまあ自分の足りないところを補いながら改善しながらそこを目指してやっていきたいと思います。で、まあ、やっぱり見てくれる人に私は元気とか感動を与えるのが一番の自分のこう気持ちであるので、そう思っていただけるようなプレーができるように頑張りたいと思います、うん、はい、ありがとうございます。では、本日のゲスト、穂積絵里選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。